大谷翔平さん投手を続ける可能性はゼロ。ナリーグ球団幹部は30歳の投手は通常4から6年、本当にラッキーなら7年の契約を得るもの。彼が予想される契約期間の長さだけ投手を続ける可能性はゼロだとして、そもそも大谷が大型契約を結ぶなら、その期間を投手として全うするとは考えていない様子だ。要するに上原浩二は正しかった。当たり前だとミージョン手術3回目とかでまた1年投げられなくなる可能性大だもんな。まあ来年は無理、その後2年で肘壊して投手としては引退ってとこ。投手討論。もう30だし同じようにやるのは無茶やろな。少なくとも規定は無理やろ。怪我してその間打者に専任してくれればそれはそれで美味しいし、あんま金額に影響しないような気がする。この前の脇腹といい怪我が増えていく年齢でもあるし、しゃあない、もともと壊れやすいし、3年近くやってる時点で十分成功でしょ。次に故障したら左投げに変えればいいだけ、大谷ならそれくらい余裕でできる。トミージョン成功してもあんなに短期間で壊れることもあんだね。昔のトミージョンだからね。今は人工靭帯を使うハイブリッド型が主流。今回はそれをやってらしいが、休まないのが悪いわ、しゃあない。大谷の場合はバッターでもバケモンだから一刀流でも長くやれるだろう。もう十分やろう。両方通用するのも分かったし、どっちか一本に決めたら投手無理でも打者で十分補えるからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。